プリキュアスクラッチクイズ。これから私たちワンダフルプリキュアに出てくる登場人物のスクラッチをしていくよ。スクラッチを削っていくから誰が隠れてるのか分かったら教えてね。誰が出てくるか楽しみだね。ほんと。それじゃあまず第1問、これは誰が隠れてるでしょうか。スクラッチを削っていくよ。なんだろうこれ、足かな。こっちの方も削ってみよう。これはなんだろう、鋭いものがある。一体誰だか分かったかな。これはリボンだね。このリボン見たことある気がするな。もうちょっと真ん中をこうに削ってみようかな。それ。あ、誰だか分かったかな？お洋服が全部見えてきたよ。これは？そう。分かった人はグッドボタンを押してね。もうみんな分かったよね。これは、キュアニャミーでした。分かった人、すごいね。キュアニャミーが隠れてたんだね。最初全然分かんなかった。よし、次は第2問。次も誰が隠れてるか当ててみてね。端の方は、あれ、全然ない。真ん中はどうかな。あ、あった。これは、なんだろう。あ、足か。この靴見たことある気がする。この洋服も、見たことある気がするよ。どんどん下の方から削っていこう。みんなもうわかったかな？そうだね。よし、じゃあみんなで一緒に呼んでみよう。せーの、キュアリリア。隠れてたのはキュアリリアンだったのか。最初難しくてわからなかった。次が最後の問題だよ。最後も当ててみてね。最後は一体誰が隠れてるのかな？なんだろうこれ。白いね。なんだか白いのが見えるけど、これなんだろうな。これは、尻尾かな？リボンがあって、このあたりは、あ、耳？ここに、お目目があって、お鼻とお口。みんなもう誰だか。わかったよね。正解は、ゆきちゃんでした。スクラッチを削ったらゆきちゃんが隠れてた。かわいい。プリキュアスクラッチ、今日はこれでおしまい。またみんなと遊びたいから、ぜひチャンネル登録よろしくね。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願い。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので
チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画